SD ヒーロー総決戦倒せ。悪の軍団は、1990年7月7日に、バンプレストから発売された、ファミリーコンピュータ用、アクションシューティングゲーム。同社の、SD バトルオズ撲平成ヒーロー場所元祖とする、コンパチヒーローシリーズの第2弾。なお、後に発売された、任天堂 t e ー 3DS 用ソフト、ロストヒーローズの封入特典に、 本作の移植版のダウンロードコードが付属している。マップは8つの惑星ステージで構成され、プレイヤーはステージを自由に選択してクリアする形式となっている。各惑星ステージは登場するヒーローに関係のある構成であり、それにちなんだヒーローグループが初期操作キャラクターとして規定されている。8つの惑星ステージを全て解放すると、マップが切り替わり、 最終ステージであるステージ9が出現する。ステージ9に限っては、初期操作キャラクターは規定されておらず、4つのヒーローグループのうち1つを選択して進行する特殊な形態をとっている。操作キャラクターであるヒーローたちは、各自4つのグループに分けられている。1つのグループにつきキャラクターは3体登場し、パワーアップアイテムの取得によって、 順次切り替わっていく。操作中のグループは、各グループごとに存在する、チェンジアイテムの取得で変更が可能。画面下部には左側に6桁のスコア、中央に使用中のキャラクター、右側に体力ゲージが表示されており、キャラクター共通の体力数値は16。体力数値16は、最大値であり固定されているため、 体力の上限を高める効果は一切存在しない。また、敵キャラクターから受ける被弾ダメージや接触ダメージは、一律ではない。残機制ではないため、体力ゲージが0になる、穴に落ちるなどで即時ゲームオーバーとなり、ステージ選択画面への強制コンティニューとなる。SD 選手たちが平和に暮らす国、SD ネーション。そこに突如、 謎の UFO が襲来、SD 選手の母というべきガチャポンマシンと、そのエンジニアであるエミーちゃんをさらっていた。犯人は、悪の帝王ダークブレイン。ダークブレインは、ガチャポンマシンで悪玉 SD だけを増やして、SD ネーションを乗っ取ろうと企んでいたのだ。正義の SD 選手たちは、ガチャポンマシンと、エミーちゃんを救い出し、SD ネーションの平和を取り戻せるだろうか。ゲーム史。 ファミコン通信のクロスレビューでは合計23点ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており19.99点となっている。ありがとうございます。